ガイカメルマガゼロポイントフィールドシリーズ5、結局何か。2018年5月22日、おはようございます。一般社団法人カイカ GPE グローバルピースエデュケーション、村松大輔です。本日もお聞きくださっている皆さんが最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるようカイカより応援しています。本日のカイカメッセージ、ゼロポイントフィールドシリーズ5、ゼロポイントフィールドとは結局。本日はシリーズの5、ゼロポイントフィールドとは結局何なんでしょうか。1、宇宙全体が一人の意識体。2、調和している。3、宇宙中に広がっている。4、全部の情報を入れている。5、相互に絡み合っている。量子もつれ。これがゼロポイントフィールド。そして実はこれは皆さんのおなじみのものです。前回もお話ししましたが、ゼロポイントフィールドはサムシンググレート。これは筑波大学名誉教授の村上和夫先生はこう呼んでいます。アインシュタインは愛、生命の真髄、神の心と呼んでいます。万物の根源であり、素粒子が生まれるその元の存在であり、般若心経の色即是空の空のところ、ここがゼロポイントフィールドと同じ領域です。アインシュタインが神の心を読むことと同じだという表現をしていますが、子供の頃言っていた神様というと分かりやすいです。神様ってどこにでも現れて頼めば助けてくれるようなイメージで、日本人の思想で言うと万物に宿っている。よく日本人は山の神様とか木の神様と言いますよね。岩もしめ縄にシデという白いギザギザの紙を垂らして巻いて神様化していますよね。例えばその岩はケイ素という元素が多くて、そのケイ素の原子の中の素粒子の中の紐はゼロポイントフィールドから出来上がっています。そのゼロポイントフィールドが神様だから、だから岩が神様。神社の木も御神木と言っていますが、木は炭素でできています。その炭素の原子の中の素粒子の中の紐はゼロポイントフィールドから出来上がっています。そのゼロポイントフィールドが神様だから、だから木も神様。実は人間がその岩や木に祈りを捧げ、ゼロポイントフィールド側とつながる。そうやってその木や岩の振動数を高め、神様意識を祈り出す、そのようなことをしています。人間の意識によって、木や岩などを神様化しているのですね。そして、私たちも、草も土も、水素や酸素、炭素などでできていて、その中の素粒子の元がゼロポイントフィールドなので、私たちも、神様なんです。これ駅前で私たちは皆神ですって言ってたら、ただの怪しい人になってしまいますが、量子力学の観点から物理的に私たちも何もかも全て神なんですね。すごい時代になってきましたよね。仏教でも三千草木国土十戒地要物という言葉があります。山も川も木も草も国土もことごとくみんな仏さんですよ。すべてのものに仏が宿る。すべてのものに命が宿る。すべてがゼロポイントフィールドでできていて、仏さんが宿っている。私たちも仏さん、仏性がそもそもあるんです。皆さんの体はそのようなすごいゼロポイントフィールドから生成されています。例えばどれだけすごいのか。私なんて全然すごくないわよと思う方が多いかもしれません。あなたの体が豚肉や鶏肉を食べているのに、しっかりとあなたの DNA の入った肉になりますよね。赤ちゃんは母乳やミルクしか飲んでいない。なのに母乳から骨や肉、髪の毛、皮膚、血管も作っています。試験管に母乳を入れて36度に温めて3日待てば、骨になるか髪の毛になるか、あるいは
母乳の試験管の中に DNA を入れて、骨や髪の毛、皮膚が作れるか、無理ですよね。世界中の科学者を集めて、国家予算レベルをかけても、母乳と DNA から80年間続く肉体の元を作ることって無理です。まさに神ってます。そして、なんと、あなたは母乳かミルクだけの時期が確実にあり、今、スマホを持っているこの手は、母乳やミルクから作られたものがあったから、今こうやって食事を通して手を作っているんです。皮膚は2、3週間程度で生まれ変わっています。ということは、今年の初めの頃の肌はもう、あなたには存在していないんです。これも食事をとって、その食事から皮膚をしっかり作っているから、なんですね。まさに神です。一つの生命体でオーケストラのように共振して、食べたものを消化して栄養を吸収し、いらないものを排出しています。ものすごく奇跡的なことです。それだけだってものすごいことなんです。テストの点が悪かった。大学行けなかった。彼女に振られた。うちにお金がなかった。親がいない。子供に先立たれた。それぞれ、いろいろ、本当に本当に大変なことではあります。夜も寝れない日々、食べれない日々もあったと思います。でもおそらく、お肉を作ること、皮膚を作ること、それを忘れたことは一度もありません。生命は、ゼロポイントフィールド側は、あなたの健在意識とは別に、生かそう生かそう、としています。いつも最後までお聞きくださり、ありがとうございます。では、お聞きくださっている皆さんにとって、素晴らしい一日となりますように。